テオフィロ・クビジャスは、ペルー・リマプエンテでビエドラ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは攻撃的ミッドフィールダー。ペルー代表としては81試合に出場し、史上最多の26得点を挙げた。1970FIFA ワールドカップでは準々決勝、進出に貢献し、コパ・アメリカ1975では優勝した。 1978FIFA ワールドカップでは、再び準々決勝に進出した。FIFA ワールドカップ本大会では2大会で5得点ずつ、計10得点を挙げた。国際サッカー歴史統計連盟の投票によって、ペルー史上最高の選手に選出されており、またイフズは、世界トップ50にクビジャスを含めている。1972年には、 南米年間最優秀選手賞を受賞した。2004年にはペレによってペルー人選手で唯一 FIFA100 フフに選出された。2008年2月、ブラジルの FIFA フフワールドカップ初優勝からの50周年を記念して選考された過去50年の南米ベストイレブンに選出された。その少年のような風貌からエルネネというニックネームを持つ。 16歳だった1966年、アリアンサリマからデビュー。アリアンサ在籍時の1966年と1970年には、プリメーラーディビションの得点王に輝いた。1972年には、コパリベルタドーレスで得点王となり、南米年間最優秀選手賞を受賞。1973年、 スイススーパーリーグの FC バーゼルに遺跡金9万7000ポンドで遺跡。1973から74シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは2得点を挙げた。1974年夏、ポルトガルスーペルリーガの FC ポルトに遺跡金20万ポンドで遺跡。1979年、北米サッカーリーグのフォートローダーデールストライカーズと契約し、 リーグ戦5シーズンで59得点を挙げた。1981年のロサンゼルスアステクス戦では7分間でハットトリックを達成している。1984年にアリアンサリマに復帰し、ユナイテッドサッカーリーグのサウスフローリダ、サンフォートラーダーデールを経て、1987年5月、アメリカンサッカーリーグのフォートローダーデールストライカーズと契約。 1988年にはタイトル獲得まであと一歩に迫ったがワシントンディプロマッツに敗れて優勝を逃した。ディプロマッツ戦後ストライカーズは首ジャスを放出。1989年3月マイアミシャークスと契約したが8試合に出場してわずか1得点に終わり7月3日に放出された。その後はオーストラリアに渡り、 ゴールドコーストリーグのミラマール・イルシオネスでアマチュア選手としてプレーを続けた。3度の FIFA フフワールドカップに出場し、最初の2大会では5得点ずつを挙げている。5ゴール以上を記録した大会が2度以上ある選手は、他にミロスラフ・クローゼとトーマス・ミューラーのみである。1970年代の FIFA フフワールドカップの歴史を象徴する選手の一人に数えられている。 メキシコで開催された 1970FIFA ワールドカップでは4試合すべてで得点し、ペルー代表の上位進出に貢献した。一次リーグでは、ブルガリア戦、モロッコ戦、西ドイツ戦で得点し、準々決勝では結果的に優勝するブラジル相手に得点したが、ブラジルに敗れて、準々決勝敗退となった。クビジャス自身は5得点で得点ランキング3位となった。 大会の最優秀若手選手賞を受賞し、ジャイル・ジーニョ、ゲルト・ミューラーに次ぐ得点数で、ブロンズ・ブーツを受賞した。クビジャスは、大会のオールスターチームに選ばれ、ブラジル代表のペレは、自身の後継者とみなした。1974フィーファワールドカップは、南米予選で敗退したが、翌年のコパ・アメリカ1975では、ペルー代表に2度目のタイトルをもたらした。 クビジャスは準決勝のブラジル戦で得点し、決勝プレイオフにも出場した。アルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップでは5得点を挙げ、アルゼンチン代表のマリオ・ケンペスに次いで得点ランキング2位となった。一時、リーグ初戦のスコットランド戦では直接、フリーキックによる得点を含めて2得点を挙げ、イラン戦では2つの PK 成功を含む3得点を、 上げてハッットトリックを達成したペルー代表は準々決勝に駒を進めたが、8年前のメキシコの時と同様に、ブラジル、ポーランド、アルゼンチンと競合が揃った2次リーグでは3戦全敗に終わった。クビジャスは1次リーグからの6戦全てに出場している。1982フィーファワールドカップに出場したペルー代表には、クビジャスの他に、セサルクエと、 ホセベラスケス、フリオセサルーリベなどの選手を要していたが、一時リーグではカメルーン戦とイタリア戦に引き分け、ポーランド戦に敗北。3試合で勝ち点2を獲得したのみで、一時リーグ敗退となった。敗退から1ヶ月後、クビジャスはペルー代表からの引退を発表した。アメリカフロリダ州コーラルスプリングスに在住し、少年サッカースクールを運営している。また、 サッカー解説者としても活動している。中期、国内リーグの記録には、NASL のプレーオフの出場試合数も含む。ありがとうございます。